アロハタンタンです。本日は当店でも大人気のアンタールさんから少し変わったモデルをご紹介いたします。少し変わったモデルとは何ぞやというところですが、こちらのボディはなんと吸盤マホガニが使われております。ネックはセドロ材というそうです。セドロ材が使われておりまして、シバントブリッジにはココボロという材が使われております。アンタールさん、今回もとても軽いです。この吸盤マホガニーのモデル、サイズは何かと言いますと、スモールコンサートといって、コンサートサイズよりは気持ち小さい、一回り小さいです。ただスケールは381、2程度だったので、ほぼコンサートですね。ボディが若干小さめです。そして毎度おなじみ、そしてお楽しみですが、今回の装飾はこんな感じです。上下左右に若干の飾りが入ったロゼッタ、そしてこの細いバインディングが今回もオーナメントのようにクイッとここで綺麗な曲線を描いております。そして真ん中にも装飾が入っております。とても可愛らしい。そしてこの吸盤マホガニーを使っているというところと、レトロ感、ヴィンテージ感を出すために淡く黄色い塗料が吹かれているとのことです。風合いも含めてヴィンテージ感を演出してくれてます。サウンドもお聞きください。コンサートより若干小さいながらも、このとても軽いボディからは考えられないぐらいかなりしっかりとなってくれます。そしてスコーンと飛んでいく甘い音、吸盤マホガニーというのはこのマホガニーの木の芽がとても詰まっているので、甘い音、優しい音が出ますね。コンサートより気持ち小さい分、サイズアップしたい、スケールを長くしたいという方も抱えやすく、そしてこのモデルの特徴としてはテンションがかなり柔らかく感じます。ソプラノのような柔らかさで弾けるかなという印象がありますので、サイズアップちょっとためらってたという方にはとてもおすすめです。こちらはハードケースがついております。ハードケースがついて吸盤マホガニーでこんなお値段で本当にいいんでしょうか、アンタールさん。今回も私の一押しポイントはこちらでございます。もう一度お見せしますね。このピントが合いません。この細いラインもすべて手作業で彫っているそうです。左右対称にするのがどれぐらい難しいのかと想像しただけで、なんと器用で丁寧なお仕事なのかと思います。これ本当に可愛いです。シンプルが好きだけど、シンプルすぎると面白くないという方、かなりおすすめですよ。
今回ご紹介いたしましたのはアンタールさんのスモールコンサート、ミディアムサイズスモールコンサートの9番マホガニーのモデルです。あ、もちろんペグも UPT でございます。操作性抜群です。こちらのモデル気になる、欲しいという方、ぜひお早めにお早めにお問い合わせ、ご注文をお待ちしております。それではタンタンでした。アフィホー。